関大神神社は、京都府京都市下京区菅大神町にある神社。正式名称は、関大神社。通称、関大神天満宮の名で知られる。観光成績25杯の第3番であり、落葉天満宮25社順杯にも含まれる。社地は、今から約1000年前、菅原道下公のくれない、白梅殿という邸宅や、また観光生誕の地と伝えられ、 境内には、産ぶゆの井戸が保存されている。ふつ、三寺通を中心に、南北二町東西一町が、当時の邸宅で、観光が、太宰府へ左遷にあたり、東風深場匂いをこせよめの、話しなしとて、春名忘れそと読んだ、飛び梅の地と伝えられる。神社は、道下校の皇居の後、間もなく創建されたが、たびたび、陛下にさらされ、鎌倉木には、 南北両社に分かれ、南社にあたる当社を、天神御所、または、白梅電車として呼ばれるようになり、北社を、紅梅電車と分離した。応仁の乱後、慶長19年に、関家ゆかりの満州院宮、両女方神皇により再興され、今日に至っている。この間、天明の大化、現時の平乱で再度消失するが、現本殿は、天保六年造流の三軒者流れづりという、 下鴨神社の宮殿を明治2年に移築し、その後平殿を建立して、いわゆる八棟作りを成している。ありがとうございます。